ご視聴中の皆様、お待たせいたしました。本日は大変お忙しい中、野谷康介氏オンライン講演会、岡崎市の里山資本と地域づくりをご視聴いただき、誠にありがとうございます。本日の司会進行を務めさせていただきます。岡崎市経済振興部森林課長の黒柳です。よろしくお願いいたします。開催に先立ちまして、皆様にお願いがございます。本講演会の音声を録音したり、画面を録画したりする行為は、固くお断りさせていただいております。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。それでは、本日の予定についてご説明いたします。本講演会は、第1部の特別講演と第2部の対談の2部構成となっております。第1部では株式会社日本総合研究所調査部首席研究員の野谷康介様に、地方の可能性や持続可能な暮らしとまちづくりについてご講演いただきます。終了時刻は19時55分を予定しております。その後、休憩を挟みまして20時より国内各地で林業の地域商社を設立運営している株式会社トビムシ代表取締役の竹本義輝様をモデレーターに、野谷様とこれからの地域の在り方、森林との付き合い方について対談をしていただきます。第1部の特別講演に先立ちまして、講師の野谷康介様のご紹介をさせていただきます。野谷様は1964年山口県周南市のお生まれでございます。1988年に東京大学法学部司法コースをご卒業され、1994年にはアメリカのコロンビア大学経営大学院で MBA を取得されています。現在までに平成合併前3200市町村のすべて、さらには海外99カ国を訪問され、驚くことにそのほぼすべてを自費で訪問されているとのことでございます。2012年から現職であります株式会社日本総合研究所首席研究員に就任され、地域振興や人口成熟問題などを研究する傍ら、里山資本主義、デフレの正体などのベストセラーとなった著書の執筆や、各地での講演、テレビ出演などを通じて精力的に研究の成果を発信されています。それではお待たせいたしました。これより特別講演を始めさせていただきます。ご講演のテーマは、岡崎市の里山資本と地域づくりです。野谷様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんばんは、野谷でございます。今日は額田までですね、来てお話をさせていただいています。皆さんのもとにはこのパソコンの、あるいはスマホでですね、画面で映ってると思うんですが、やはりその東京でやってないでですね、現地に来て、状況を見てからお話をさせていただけるということで大変ありがたいです。ちょっとですね、画面がなんか私こんなに痩せてないんですけども、左右にひしゃげて映っているような気がするんですが、本物はもうちょっと太っています。私今のご紹介で日本の平成合併前の市町村をですね、ほぼ私費で全部行ったみたいなことをご紹介いただきましたが、ちょっと古い紹介でですね、全部自分のお金で行っておりまして、ということはつまりですね、平成合併前ですので、額田もですね、来ています。ただ、今回久しぶりにきちんと額田の状況をですね、見て、あまりにその、よくな、おしゃれになっているのにびっくり仰天したわけでございます。私は山口県で高校までいまして、で、その後東京に行ったり、ニューヨークとかシンガポールにちょっと住んでたり、基本的には東京に一生住む気はなくて田舎に移ろうと思ってるんですが、
この三河地方ですね、尾張とやっぱ三河は全然違うんで、尾張はねちょっと寒いんですね、風が強くて、三河まで来ると急に暖かくなってくるんです。で、ぬかたは山ですけども、非常に暖かい、そして、まあ、特に今日は暖かいんですけど、そしてですね、なんていうんですかね、豊かな地域であることはもう明らかなんですが、今日改めて文化的にもですね、非常にいいなということに気がつきました。今まで僕、三河っていうとですね、皆さんがあんまり行かない東栄とか、豊根とかですね、そっちの奥の方が非常に贔屓でございまして、あんまり工業地帯の方に来るとね、ちょっとどうかなって思ってた、あるいは逆に田原とかね、厚見とかそのあたりもすごい好きなんですが、岡崎はですね、来ると、音川が綺麗だなっていつも思って、もう本当に人口40万近い町の真ん中を流れてる川で、全国でですよ、音川ほど水が澄んでる川はないのではないかと僕は思っています。長良川、岐阜の長良川も清流というけど、そこは見えないですよ。そこはキラキラと光って見える川が突然駅の真ん前を流れてる。しかも40万都市ね、城横に徳川家康が育った城があるってね。これなかなか天下一の景色なんで、来るたんびに僕は音川沿いを歩いて、川を見て歩いてるんです。詐欺とかいたりしてね。で、今日、ぬかたを改めて来てみて、この音川の綺麗な水は、ぬかたから来てるんだね、ということがよくわかりました。まあ、合併についていろいろあります。もう随分前の話ですけども、ぬかたと岡崎ね、音川で繋がった山の上流と中流が一緒に繋がってるっていうのは決して間違ってない。矢作川も綺麗な川なんですけどね、綺麗な川なんだけど、やっぱり音川の綺麗さには比較にならない。さて、今日はですね、その素晴らしい音川や山を持っている、そしてまあ大工業都市である、極めて豊かな岡崎ですね。思いもかけない問題がある、実は。で、それだけどその問題をクリアするのに活かせる資源もある。どういうことになっているのかということをご説明します。さて皆さん、ここにですね、日本でですね、空き家が多いぞっていうのが図になってるんです。ちょっとスマホだとね、小さくて見にくいかもしれません。申し訳ない。47都道府県が並んでましてね。で、まあ、愛知県と東京が並んで右の方にいるんですけども、空き家率が高いと左に行くと、空き家率が低いと右に来ると、日本全国で空き家率は 13%。どういう意味ですか？まあ、8件に1件ぐらい空き家なんです。それが和歌山とかね、徳島とか、あったかい田舎行くと 20% 近く空き家ですよと。そうか、人口が減ってるんだな。人口減ってるだけじゃなくて、雪が降らないんで空き家が潰れないんですね。同じ人口減っててもね、菅総理の故郷の秋田県なんてのは雪で家が潰れるもんで結構空き家率が下がってくるんですよ。まあそれはいいんですが、空き家率が低いのはね、沖縄、埼玉、神奈川、東京、愛知と人口増えてる県ですね。空き家率低い。さて皆さん、この数字を見ていただいて、じゃあ空き家のね、数が多い日本のトップ1、一番空き家が数が多いな、47都道府県のどこかお分かりになりますですよね。和歌山県ですか？徳島県ですか？ある人に聞いたら、田舎は鳥取県でしょうって砂場しかない鳥取だとかね、言う人がいました。そういう人はその割に信じやすい、数字に騙されやすいタイプね。当然空き家が日本で一番多いのは、これ数です。さっきのはね、空き家率とかいうのを計算してんだけど、ね、率ってよくわかんないでしょ？それね、ちょっとわかったな、わかんないようなことわかったなふりするのやめた方がいいのね。数の問題です、空き家ね。数が多ければ当然壊すのにお金かかります。空き家が日本で一番多いの？もちろん東京都です。81万件。2位はもちろん大阪。71万件。そして何でも3位は神奈川と愛知が並んでるね。まあ、愛知県日本で4番目に空き家多いです。39万件。誰かが言ったら鳥取県空き家多いでしょ？多いわけない。4万件しかない。なぜ？そもそも家がない。東京みたいにめちゃくちゃ人口多いところで、空き家率が 11%。愛知県もよく見てください。愛知県の空き家率は 11.5% ですよ。つまり、9県に1県空き家なんです。皆さんいいですか？岡崎の皆さんね。ぬかたに行くとね、空き家がいっぱいある。違うんですよ。岡崎の街の中よく見てごらんなさい。アパートやマンションに夜全部明かりついてるから見てごらんなさい。それは9県に1県ぐらい空いてますよ。で、それ全部合わせると、愛知県全体では39万件。さらに東京で81万件、なんと日本の空き家の10件、2件は東京にある。このように、田舎と都会、
田舎は人がいなくて潰れますね、都会は人口増えてて元気ですねみたいな考え方は分かってない。何が起きてるか。そういうのんきなこと言ってられる時代は終わったんです。実際これからですよ。空き家が増えてしょうがないから壊さなきゃいけなくなるでしょ。お金かかるのどこですか。鳥取県違いますよ。東京、大阪、神奈川、愛知なんですよ。で、誰が払うのって、家主が払えなかったら税金で払うしかないんです。皆さんそういうことを考えて生きてこられますか。そんな先のことは知らない。先じゃないです。マンションでもアパートでも3、40年も経てばボロボロになるんです。もうすぐそこに来ている問題を考えてない。もしその全ての家を鉄筋コンクリートじゃなくて木で作っていたらどうなるか。木で作ったら早くボロくなるでしょうって。そんなことはない。皆さんね、古いお寺でも八丁味噌の蔵でも木で作ってますよね。木で作ると壊れたとこだけ取り替えていけるんです。で、取り替えていらなくなったところをね、ゴミの処理が大変です。大変じゃない、今発電所で燃やせる木は燃料に売れちゃうんです。でも鉄筋コンクリートのアパートやマンションを壊すと瓦礫が出ますよね。鉄の部分は持ってってもらえるけど、コンクリートは誰も持ってってくんない、ね、処分にすごいお金かかる。なんでこれだけ空き家たくさん作っちゃったの。それだけじゃなくて、どうして家を木で作らずに全て燃えないもので作って喜んでたんだろう。今私がここでですね、ぬかたの師匠で話してるんです。この建物は、構造材、柱だとか梁の部分が木でできてます。聞いたら、なるべくぬかたさんの杉を使ったそうですね。皆さんそんなお金かけて、なんでそんなもね、地元の木なんかわざわざ使って何やってんの。違うんですよ。いつかこの建物も50年100年経てば壊さなきゃいけない。その時にちゃんと燃料になるんです。そこまで考えて実は作られてるんです。ほとんどの人は考えていない。さてと、ここであなたの頭の昭和度チェックというのをさせていただきます。はい、皆さん今令和ですね。でね、間に平成っていうのがありました。だから、令和のにね、今、座ってる若い子から見ると、昭和っていうのは、昭和の人にとっての明治みたいな話なわけですよ。昔昭和の頃にね、昭和の最後にバブルってのがあってなんて話してね、バブルの頃は景気が良くてって、正直言って昭和の人に明治時代は景気良くてって言ってるのと同じなん、全然何言ってんだこの人って話なんだけど、人間ってのはなかなか頭が昭和のまま変わりません。はい、それでは昭和度チェックをしてみましょう。昭和度チェックとは何か。今伸びている産業は何かを当てるというクイズです。例えばですね、これ2007年から17年、アベノミクスと言ってた頃ですけども、どういう産業が伸びたのか、売り上げが。例えば、売上が 3.9 倍に伸びたというすごい伸びた産業がある。これは何ですかっていうとね、いろんな人がね、携帯電話とか、介護とか言うの。携帯電話や介護は昔からかなり、10年じゃなくてもっと前からあったので、3.9 倍とかには伸びてない。むしろ、菅さんじゃないけど、携帯値下げしろとか言われて、あんまり売上伸びてないんですよ。じゃあ伸びたのは何ですか？外国人の方向けの観光ですね。流行った言葉ではインバウンド。外国人の方がやってきて日本国内でお金を使うというのが10年間で4倍近くに増えています。そんなに来てるっけ？ってご存知かと思いますけどもね、名古屋城の武将隊とかの後追っかけて歩いてる人、結構台湾人の方が多かったり、あんまりそんなに賑わってるとも思えない大津の商店街の半分ぐらい外人さんだったりね。で、もしかすると岡崎の八丁味噌のあたりも、よく見ると日本人じゃなくて、韓国人や台湾人の人ばっかり歩いてたかもしれませんね。山郡あたりの温泉地ですね。もう随分前から外国人の人ばっかり。はい。それでですね、こういうことをヒントに皆さんに当ててほしいんですけども、主要産業っていうのはね、観光じゃないね。もっと基本的な産業なんですか？農業、林業、漁業、工業ですよ。工業って言うとトヨタとかね、いいですか？農業、林業、漁業、工業ね。で、岡崎は何の町ですか？工業の町ですよね。誰も岡崎が林業の町だと思っていない。さて皆さん、農業もそこそこ強いね、岡崎は。はい、農業と林業と工業、漁業と工業の中で、売り上げが伸びたのは2つ、減ったのが2つなんですね。皆さん、農業、漁業、林業、工業の中で、売り上げが伸びた2つって何？工業ですかね。トヨタとかも入ってますよ。農業伸びてるんですかね。どう思われます？この2つとも当てた人は、頭が令和。一つ当たって一つ間違えた人は頭が平成。そして二つとも間違えてしまう人がいたら、これ頭昭和であります。さあ皆さん、農業、林業、
漁業、そして工業、この2つのうち増えてるのはどれだ。さあ2つ当ててみてください。本当はね、会場だと当ててね、言ってもらうんですけど、まあ、見せますよ。皆さん、いいですか？自分で自分の頭、昭和度チェックしてくださいね。いいですか？いきますよ。はい、まずね、減ってる方からいきますね。なんと 10% も売り上げ減っちゃった残念な産業は、農業、漁業、林業、工業のどれだって、まあ、大体一番人気ないのが林業なんだけど、あ、減ってるのは、これ、製造業出荷額。何これ？製造業って工業ですよ。そうだよな。外国との競争に負けたからな。負けてない。輸出は減ってない。田原の港からアメリカに出荷されているトヨタ車の台数は減ってませんよ。そうじゃなくてね、トヨタはいいんですけど、他の会社がほとんどダメなの。日本国内で作って日本国内で売ってる工業が良くないんです。トヨタが元気でもご存知の通り日産が今苦しいです。なぜか三菱自動車が頑張ってるのは岡崎のいいことなんだけど、なんか聞いたら他の工場が先に占められてるんじゃないかという説もあると。皆さんいいですか？残念ながら工業の街岡崎で人口増えてると思ってるでしょうけど、皆さんはトヨタの大産業地帯の中心だから他の工業地帯と違うのね。でもですよ、いつまでもあると思うのは親とお金で、もう中国ですらガソリン車を禁止するって言い出しましたからね。30年40年経ったらどうなってるか分かりませんよ。トヨタさんはいろんなことをやって、トヨタは元気だと思うけど、そんなたくさん下請けが必要かどうか分かりません。はい、じゃあ次で、伸びているの、あと残ったのは農林漁なんですよ。農林漁業の中で落ちてるのは何？これ、人を馬鹿にしたクイズで、青とオレンジと緑じゃない。これ色で分かるんですね。農林漁業の中で青といえば魚の色です。漁業は減ってます。なんでやね、魚が取れないから。取れたら売れるんですけど、取れる量が減ってるんですよ。じゃあ伸びてる二つは言わずと知れた、まずオレンジは、はい、板の色ですよ。林業。そして緑は、野菜の色です。農業。皆さん、令和は農林業が成長産業になっています。工業が成長していたのは昭和の話です。ところが人間はなかなかそのことに気がつかない。愛知県ではあんまりなかった。愛知県でもね、尾張の方行くでしょ？尾張の人皆さんどう思います？一宮とか行くとね、いやー、あやかーガチャマンの時代は知っとるかとか言い出して、何それってガチャっとね、繊維機械動く間に1万円儲かるんやと、ガチャマンな、昭和30年代の話やんかと、いつまでそのこと言ってんのって。だからあんな風に名古屋に行くから10分で行けるのにね、街がいまいちパッとしないね、あの一宮、何やってんのって思いませんか、皆さん。同じですよ。自動車が、トヨタは潰れないと思うけど、何でもいろんなもの作ると思うけど、自動車がいずれガチャマンみたいな話になりますよ。そういうことをちゃんと分かってないといけない。で、皆さん逆に、一宮に行くとね、ガチャマンも繊維もないけども、もう微細でも一宮でも、田んぼの中になんかやたら喫茶店がたくさんあって、モーニングサービスを送ってる謎のじいちゃんばあちゃんが容器おられるでしょ。この人らなんでこんなお金あんのってやけ農業やってるんです、実は。もう一宮微細の農民はもう大金持ちですからね。刈谷ハイウェイオアシスに行くじゃないですか。刈谷ハイウェイオアシス行くと、刈谷は大工業地帯ですよね。だけど、刈谷ハイウェイオアシスってやっぱ人気なのは、まあトイレも人気だけど、その売ってるね、農業産品、それからね、厚みとかで、あの、下から来る漁協の魚が美味しいんです。刈木の家具もいいけども。で、結局、お客さん見たらみんな農産品買ってるんですよね。高いお金で。世界有数の大工業地域、刈谷のど真ん中で売れてるのがね、農業製品なのよ。皆さん考えたことあります？時代は変わったんです。農業と林業は成長産業なんです。このことを受け止められずに、いつまでも工業がずっと元気だと思ってる人っていうのは、どこかで落とし穴にはまります。だけど林業なんか伸びてる実感全くないけどね。そうですね。でもね、ありますよ。ぬかたにも製材所がちゃんと2つあって、そこでちゃんとした杉をこうね、製材した分は、実は地元の一部やる気のある工務店が買って、そして地元でやっぱり地元の木で家を建てたいっていう人の家に回ってるんです。なんでそんなことをするの？まあ、一言で言うと、地元で育った木で家を作ると古く壊れにくいと言われてます。土地の気候風土に合った材料なので。実はすごく大事なことなんです。で、これ見てください。林業ってね、皆さんね、いつの時代の産業と思ってるでしょう。読みますよ。林業は先進国にふさわしい産業です。日本は何倍にも伸ばせます。どうしてですかと。はい、ここに先進国がいくつか並んでいます。アメリカじゃなくて小さい国ね。日本、ドイツ、オーストリア、イギリス。この中で、オーストリアとイギリスは日本より小さい。さてと、このね、緑が
森林面積、森がどれだけあるか、万平方キロメートルと、日本には25万平方キロメートル森があります。よくわかんないですね。日本の3分の2は森です。よろしいですね。それに対してやっぱドイツ行くと日本の4割しかないのね、11万平米。オーストリアってアルプスの国なんだけど、オーストラリアじゃないですよ。コアラのオーストラリアじゃなくて、オーストリアね、ヨーロッパの、サウンドオブミュージック、チロルね、チロリアンじゃないですか。まあ、オーストリア行くと、まあ、山ばっかりで岩山なんであんまり森がなくて4万平米ぐらいか、平方キロメートル。イギリスもちょっと森あるんですけど、皆さんね、こういう状態の中で、じゃあどれだけ年間に木を切って丸太を生産できているか。はい、日本とドイツで3倍の違いがある。どういう意味ですか？ドイツは実は牧草地も多くて、あんまり山がないんだけど、日本の4割しか山がないのだが、その4割しかない山で日本の3倍の丸太を生産しています。そんなことしたらドイツ中ハゲ山になっちまうじゃん。なってないです。育った分しか切っちゃいけない。逆に言うと、日本の4割の面積で日本の3倍ぐらい丸太切れるぐらい育ってるんですよ。で、オーストリアに至っては、日本の8分の1しか山がないのに、日本と同じだけの木を切っています。これもハゲ山になるでしょ？なりません。切ったらちゃんと植えていて、育った分のさらに8割ぐらいしか切ってない。じゃあ、日本なんかどうなの？まあ、一言で言うと、もう皆さんもお分かりかと思うんですが、日本は生え放題になっていて、髪を全く切らないホームレスのおじさんみたいなことになってるんです。つまり、まあ、ざっくり言うと、生えてる木の、まあ、いろんな説があるんですけど、まあ、最新の数字どれぐらいなんだろう。そこに聞いてる竹本さんにちょっと聞いてみます。竹本さん、生えてる木の 何割ぐらい切ってる？何パーセントってやつですか？10% はいってないという、ほとんど生え放題になっとるんですよ。いや、自然が栄えていいじゃないか。そこに鹿とかイノシシが増え放題ですよ。岡崎市民の皆さんはね、鹿とかイノシシはど田舎のことだと思ってますか？多分知ってる人は知ってると思うけど、もう間もなく岡崎城の横に鹿とかイノシシが出てくる時代が来るということを、もう近々来るということを予言しておきたい。もう山のほったらかしになってるんで増え放題ですよ。本当は昔はちゃんと木切って下草買ってるんで、そんなに増えなかったんですよね。つまりせっかく木が生えてんのに利用できてないんです。だってあんなもん儲かんないんだからやるわけないでしょ。でもそうですね。なんで儲からないんでしょうか？低い林業の生産性って右側に書いてます。これ生産性ってあんまり好きな言葉じゃないんだけど、これはね、1平方キロあたりどれぐらい木が出てますか、取れてますかっていうことなんです。で、見てください。日本が異常に低いでしょ。で、どういうことですかって。同じところに生えてる木をほとんど切れてないんです。で、ドイツだと同じ大きさの山があったら日本の7倍木が取れる。オーストリアも。そんなに木取れるのが、木取れたらどういういいことあんの？まあ、一言で言うと、収入が7倍になる。だから同じ広さで作業してて、日本の人が100万円しか年間儲かないとするとね、年収100万円じゃやんないですよ。まあ、ドイツ並みに木が取れれば7倍取れるから、年収700万になるんです。急にやろうかっていう気になるじゃないですか。年収700万円儲かるんだったら、ここら辺の工場で働いてるより木切ってるのが楽しいですね。健康にもいいし。皆さんね、ドイツと日本、どっちが人件費が高いかご存知ですよね。ドイツの方が 1.5 倍以上高いんですよ。非常に高いドイツ人の最低賃金もね、1500円か2000円ぐらいか。これ払える。なぜって木がたくさん切れるからです。どうしてそんなにたくさん木が切れるんだよって、これ一言で言うとね、なんでトヨタはそんな短い時間にそんなにたくさん正確に故障のない車があんな勢いで作れるのって同じなんです。長年工夫したらそうなった。で、昔トヨタがアメリカに行って、当時 GM、ゼネラルモーターズの工場1個買って、トヨタ流に作り直した瞬間に GM の工場がめちゃくちゃ生産が上がってね。それまでアメリカの人は、あれ日本人がやってるから作れるんだよなとか言ってたんだけど、トヨタがアメリカの工場を買ってアメリカ人に作らせてトヨタ方式でやった瞬間に、うわーっと GM の生産性が上がって、なんなんて別に人種の問題じゃなくてやり方の問題だったのねって分かった。同じように変な話、残念な話だけど、今日本にオーストリアの人が来て山の木を切るのをやると、実は生産性がぐっと上がります。ただからオーストリアって日本より山急斜面なの。日本人は山が急だから切れないとか言ってるけど、申し訳ないんだけど、オーストリアは山急斜面じゃない、急斜面なんです、日本より。そういうところでできるやり方があれば、日本なんてもっとできるわけ。だけどもちろんね、オーストラリア人にやらせるより日本人が工夫した方が早いんですよ。つまり、トヨタね、車は確かにね、ベンツもすごいしね、フォルクスワーゲンもすごいとは思う、ベームもすごいが、やっぱりレクサスは品質が高いんですよ。つまり日本人にやらせると品質が良くなるんです。まあ、正確には日本人にもいろいろいるけども、愛知県民にやらせると質が高くなることは間違いない。
それあの他のことがどうか知らないけど、クソ真面目にやるという点だけは愛知県民、あとクソ真面目にやった後に金を貯め込むっていうのはもうと愛知県民の特技なので、まあ、まあ、それはいいや。あの、それで、だから愛知県の人に林業ちゃんとやってもらったら面白いことになるんです。多分ドイツに勝てるんですよ。なこと言うけど、木生えてないでしょ、生えてるそこに。行ったことない人は暗がり渓谷まで往復してご覧なさい。いっぱい生えてるんです。その証拠にこのぬかたの支所は地元の木でできてる。そんなしかしめんどくさいことをしたからといってね、ほとんどの人が工業とか商業で食ってるところで林業で食える人なんて数十人しかいないでしょうって、なことやんなくていいんじゃないのっていうご意見が出てくると思うんです。それで皆さんにですね、岡崎で実際にどういうことが人口の変化で起きてるかをクイズに出します。これね、多分、あの、市長さんから市議会の方から市役所の幹部から、普通の市民の方まで多分誰も正解しないんじゃないかなと思ってます。今から岡崎と名古屋と東京とそして中華人民共和国の比較ってのをやるんですけど、4つとも多分みんな分かってないんじゃないかな。いや、挑戦してみてください。岡崎市で何が起きているのか。はい、今年の正月と5年前の正月の比較です。つまりコロナの騒動が起きる前ね。今年の正月なんて、あれもう今年オリンピックの年かやって、すげえな、今年忙しいぞとか思ってましたよね。あの、もうたった11ヶ月前ですけど、うわーっていう、あの時までに最近5年間に岡崎市に住民登録してる人が7300人増えてるんですね。これ、あの、皆さんわかります？人口どんどん増えてるわけです。日本全体が人口減少社会とか言ってるけど、岡崎がどんどん人口増えてるわけですよ。ね。で、これ、あの、外国人の方も含むですけどね。で、誰が増えたのかって見てみるとね、まあ計算してみるとわかるんですけど、若い人が5000人近く引っ越してきてるんです。どこから？いや知らないけど、岡崎に引っ越してきてるんです。例えば、仕事はトヨタでも岡崎住みたいって人もいるしね。名古屋が仕事でも岡崎住みたいって人もいるし、もちろん岡崎が仕事で岡崎住む人もいる。とにかく今時産業が元気な上に、どこにでも通勤できるんで、岡崎は。おまけに気候がいいので、おまけに天災がなかなか起きないので、ヤギ川が溢れてもこっちの方に溢れないんでしょうね。そいでですね、人が流れ込んでるわけです。はい、そこで皆さんね、岡崎に住んでいる若い人、ここではね、44歳以下までに住んだね。15歳から44歳は若者とさせていただきます。いいですか？ 44 歳、昔は中年だけど、今はもう若いからね、44歳ね、特に女性は。高校生から44歳までの人は、岡崎市民、5年前14万8千人でした。今年の正月、どうなってるでしょう？これがクイズです。ヒント、人口7300人増えてます。はい、いいですね。増えた理由のうち4600人は若い人が流れ込んできて、出てった人より多かった。じゃあ4600人増えてるでしょう？そうなんですかね。どうなんでしょうか。で、0歳から14歳ね。残念ながら中学生以下はね、1700人減っちゃってるの。岡崎といえど少子化してます。あとは、45歳から69歳を中年とさせていただきます。昔は69歳は高齢者と言ってましたが、僕の意見では中年です。元気ですから。70過ぎたら一応高齢者にして差し上げます。それとも、あの、菅総理みたいになんか、まあ、顔は高齢者だけど、なんか、全くなんか、機械のごとく動く人もいますけども。まあ、はい、皆さん。では、岡崎市の15歳から44歳は、増えてるんですかね？増えてるんですか？増えてる？大丈夫？増えてるって、OK ですか？増えてませんよ。7300人減ってるんですよ。逆ですからね。いや、偶然7300なんだけどね。あの、別にあの、偶然おね、いいですか？なんと10年間で 5% も減っていて、万が一このペースで減り続けるとですよ。人口が増えてる岡崎市なのに、15歳から44歳の人はちょうど100年でいなくなります。どうなんでしょう。岡崎市場をやってきてこんな話をしたのは私が最初で最後ではないかと思うんだが、僕の意見じゃないのよ。トランプのフェイクニュースでもありませんからね。皆さんの住民票を数えたらこうなんです。これは、あの、住民票に不正があって、大量に嘘の年齢が言われてるとか言い出しかねないな、岡崎のわけのわかんない人は。岡崎絶対反映してると思ってる人言うかも。不正ありませんからね。数えたらこうなのよ。で、14歳以下の人と合わせるとなんと9000人減ってるんです。44歳以下の人は。皆さんは人口増えてるって喜んでるかもしれませんが、申し訳ない。増えてる人の、一部は45歳以上の中年の方です。一部ね。大部分は、岡崎市民で増えている大部分は70歳以上の高齢者です。12000人。
クイズが得意な人はここで幅がちょっと増えてるのはなぜって気がついたと思うんです。ここで桁が上がるんです。5年間で 22% 増です。人口が7300人増えてる岡崎でいいですか。増えてるのは70歳以上の方だけが1万2000人増えてる。これは数えたらそうなんだけど、誰もそういう風になってると思わないから数えないんですよね。ただ住んでる人なんとなく思いません？お年の人増えてるよなって気がつきませんか。構成通りに若い人歩いてないよね。昔はヤンキーもいっぱいいたけど、最近ヤンキーすら、まあ、いや、そういう問題じゃなくて、そもそも数がいない。だから、構成、すっかり安全になりました。岡崎の中心市街地。松坂屋があった頃が懐かしいよな。僕は治療宅なんでね、その当時から出入りしてるんですよ。まあ、それはいいとして、なんでこんなことになるのか分かんない人にご説明しますね。岡崎市の15歳、44歳、なんで減るの？最近5年間に地元の子供たちが15歳超えた子が 19,200 人いたんです。いいじゃん。で、さっきから言ってんだけど、よそから4,600人入ってきました。入ってきたんじゃそうです。合わせて 23,800 人増えるはずなんだが、地元生まれで45歳超えた人が 31,100 人いたので、いや、超えてどうなったのって多分地元にいると思うけど、45は超えたんです。皆さん、岡崎若者学校ってのがあるとしてね、15年生で入学して45年生になったら卒業する、30年間在学する、岡崎若者学校ってのがあるとしましてですよ。ね、地元さんの新入生が 19,200 人、よそからわざわざ転校してきたやつが 4,600 人、これ栄えてるねと思ったら、小樽の日借りて卒業生が 31,100 人もいたので、岡崎若者学校は絶賛生徒減少中なんでございますよ。と何が起きるかと、岡崎市内で若い人相手にやってる居酒屋だとか、若い人相手にやってるアパートだとか、コロナじゃなくてもお客さんが減っていく。学校の生徒さんも減っていくんです。なんでそんなことになるんだよ。みんなが年を取っていくからです。年取ったって別に同じ数だけ若い人がいればよかったんですよ。岡崎で45歳超える人が3万1000人いるわけだから、彼らが平均2人子供が生まれてれば15歳超える人も3万1000人いたはずなんです。ところが岡崎では仕事はあるけども、結婚して2人ちゃんと子供を持てるほどの収入のある仕事は一部なんです。自分一人で暮らしながら YouTube 見てコンビニ行ってたまに居酒屋行ってっていう暮らしならできる給料が払われているんだが、4人で暮らして家を買って教育費出してっていうなると全員ができる状況にないんですね。それで45歳の人に比べて15歳の人がざっくり言うと 3,4 割少ないんです。これ気がついてました皆さん。仕事はただあればいいというものではなくて、やっぱり家族が営める仕事の質がないと、実はその子供が育っていかないので、だん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 年寄りばっかり増えていっちゃって、若い人いなくなっていくんです。岡崎は何でも順調と思ってるかもしれないが、実はこういう落とし穴があるんです。平成4年くらいですかね。4年から6、7年にかけて岡崎周辺でものすごく大型店が急に増えるということがありました。あの頃はユニーも元気だった。声優も元気でしたよ。たくさんできてたくさん潰れたなぁと思いませんか、皆さん。それはなぜなのか。若い人が減ってるのに店だけ増やしたから。お客さんが足りなかったんです。人口が増えてるから OK でしょうとは言わない。だけど、その次の新しい世代が生まれてればいいんです。で、これ今の図なんですよね。今から0歳から4歳、乳幼児ね。最近5年間に生まれた0歳、4歳だけ取り出します。0歳から4歳の岡崎で生まれている子供たち。5年前は1万9000人いました。5年経ったら、5年前の0歳、4歳、みんな5歳超えてるよね。で、新しく生まれた子たちが1万7000人。5年前に比べて1800人減ってしまったんですよ、赤ちゃんが。で、これがなんと 9% 減。9% 減ってわかります？ 5 年間で 9% 減る。あなたの持ってる財産が5年間で 9% 減る。財産なくなるのあと何年っていうクイズわかりますかね？まあ、ざっくりと60年で赤ちゃんがいなくなっちゃう。このペースでいくと。これは全国平均を上回る激しい少子化なんです。気がついてましたか？多分保育園とか幼稚園やってる人は気がついてるはず。なんだけども、ほとんどの人は身近に乳幼児がいないから気がついてないんじゃないだろうか。
なんでこんなことになってるの？みんな結婚しないからだよ。そういう話じゃなくて、そもそもその前に、岡崎の若い人たちは十分に子育てできるような収入をもらっているか。じゃあ賃上げしろ！いや、そうじゃないんです。そうじゃなくて、工場で働いて国際競争している以上、そんなにポンポン給料は上がらないんです。だからといってね、人からお金を施してもらうことはないですよ。自分で食えてるからね。楽しく暮らしてるんですよ。ただ子供が出てこないだけ。ということが問題になってるということは、どうも多分ね、誰にも理解されてないような気がするんですよ。子育てしてる人だけ集中的に助けるって話もどこにも聞いたことないし、まあ逆にこの増えてるお年寄りに困生活困ってる人もいるかもしれないけど、多くの人はあまり困ってないですよね。市の岡崎市の大きな問題は、みんなが困ってることじゃないんですね。子供が、乳幼児が減ってることが問題な。市の当局の。でもそんなことどうしたらいいのって、それと森が何の関係があるのって、まあ、ちょっともうちょっと我慢してください。名古屋市お見せします。はい、名古屋ですね。まあ、名古屋と岡崎30分ぐらいしか離れてないです。名古屋行くと、まあ、4万1000人人口増えてます。まあ、でかいからね。15歳から44歳の人の差し引き5万5500人5年間に入って、偶然555なんですよ。555名古屋みたいな感じで。昔、名古屋はええでって歌がありましたけど、コアラがおるがねっていうのは知ってます。まあいいや。それでまあ名古屋555なんだけど、はい、じゃあ名古屋市の15歳から44歳は5万人ぐらい増えてるんですかね。皆さんどう思います？岡崎の人は名古屋どう思ってんでしょうね。ね、大三河の中心地として尾張をどう思ってんですかね。家康の子孫として信長をどう思ってんだ君たちは。まあいいや。まあ、てか名古屋はどっちかと信長というよりはあれだな。中村区で生まれた秀吉だ。最後は家康が勝ったよねとか思ってます皆さん。名古屋ね。名古屋の15歳、44歳ね。3万7100人減ってますよ。これ三角が減ってるって意味ですよ。マイナス 4% ですからね。岡崎より減ってるよ。ほら見てみろっていう。やっぱり家康のは勝ったよ。今、岡崎の方が名古屋よりダメだと思い込んだあなたは家康の子孫にしてはいまいちなのよね。そんなもん名古屋が岡崎に勝つわけないでしょ。よりダメなんです。このまま続くと120年でいなくなるペースで減ってると。あ、まあ似たようなもんか。で、15歳、45、中年が増えていて、そして年寄りがまあ増えてます。15%。まあ、ちょっとは岡崎よりペース緩いけど、結局基本的に4万人人口増えてる名古屋で6万人近く年寄りしか増えてない。すごい大変です。なんでこんなことになっちゃう名古屋。名古屋でですね、自前の子供が9万6000人15歳を超え、よそから5万6千人も入ってきたので、合わせて、15万2千人増えるはずのところが、なんと18万9千人が45歳を超えてしまったので、名古屋若者学校、入学生、転校生より卒業生が多いんで、どんどん絶賛若者減少中です。何が起きるか、名古屋でいろんとできる、例えばいまいちね、名古屋ドームの入りが悪いとか、いや、あれは、球団の経営方針が良くないのかもしれないけど、せっかく今年強かったのに、まあいいや、イタリア版が潰れるとかね、もう古い話すんなよって言われそうですが、レゴランドにいまいち入りが悪いとか、そういうのってみんなね、やってる人のせいにしてるかもしれないけど、そもそも若い人は減ってるのよ。わかってます？そういうことは、その名古屋市はわかってない。じゃあ東京どうなってるのか。名古屋乳幼児ね、乳幼児減ってます。残念なことに。では皆さん、東京都はどうなってるのか。名古屋対東京ってのは面白いテーマですよね。名古屋の人って東京に対して弱気な人が多いんですよね。皆さんはいかがですか？ここで生まれた家康が江戸で天下取ったわけですけど、江戸と岡崎はどっちが偉いんでしょうね。いや、きっと今の皆さんは謙虚ですから、東京に勝てるわけないと。東京人口54万人も増えてます。全国から若い人が59万人も流れ込んだね。しかもよく見てください。子供さえ増えてんだよね。ちょっとだけだけど。あんまりにも若い人がたくさん来たんで、ついに子供がちょっと増えたの、東京は。で、ますます保育園が足りないっていう悲惨なことになってますがね。はい、それでは東京の15歳から44歳はさすがに増えてるんでありましょうか。どう思います、皆さん。これ会場にいる人に言ったら本当当てるところなんですけど、当てないで見せますよ。いいですか？よく見てくださいよ。はい、ここで東京が増えてると思ったあなたはトランプ支持者とちょっと似てるところがあって、これだけ突きつけられてもなんていうかまだそのね、自分の意見の方が強いと思ってるんだね。もちろん減ってるに決まってんだよね。人をバカにしちゃいけないですね。こんなもんいくらよそから集めたってしょうがないんですよ。増えてるのは年寄りだけなんです。もう日本中どこもそうなの。どうしてそんなことになるんですかね。東京は少子化が激しいんです。あまりにも子供が生まれてない。それをよそから引っこ抜いてくることでごまかしてきたんです。これはね、ちょっと前の読売巨人軍みたいなもんで、全然育成能力ないから、FA トレードだけで食いつなぐってやり方をしてて、そうするとどうやっても勝てなかったわけですよ。今年、戸郷とか出てきたから勝てるけどね。いいですか？こう、ロートルばっかり増えていくわけですよ。
51万人地元の子供がいたときに、118万人も45歳を超える人がいて、これ半分、2倍以上の差があるわけです。異常に子供が生まれてないんですよ。なんでだと思います？まあ、一言で言うとね、里山がないからなんですよ。ゆとりが全くないからなんです。金儲けと生産性だけでやってるとこういうことになるんですよ。わかります？1円でも多く儲けて家賃を払うために、とにかく子供とかゆとりとかそういうことを考えてる暇はないと。目の前の労働をやって家賃払いましょうってやってると、どん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 子供が減るんです。ものすごくまずい状態だ。そこに田舎の人をだまくらかして、ここら辺でも一番出来のいい人がおかこうかなんか行った後で、昔だとおかこうのエリートは明大行ったかもしれないけど、俺は東京行くべって東京行っちゃうよね。刈谷高校もそうだ。で、奴らが東京で子孫が残らないんです。岡崎の優秀な遺伝子がどんどん消えていくと、間抜けなことが起きてるんです。ちなみに、東京も、子供ね、増えてると言っても乳幼児はほとんど増えてないです。ものすごくまずい状態です。まあしかしそんなことを言うんであれば、日本中すべての都道府県で15歳から44歳減ってて、で、いいですか、もみじ色、70歳以上もみじにしてますけど、もみじは首都圏と大阪とそして愛知県で激増中です。昔調子こいて若い人ばっかり集めてきたんで、みんなもみじになってるわけ。皆さん、若葉が多かったところは必ずもみじが増えるんですよ。わかりますか？そしてやがて落ち葉が増える。そのことをみんな考えて行動しているのか？してないんです。建てた家がやがて古くなって壊さなきゃいけない。特にマンション誰が壊すのってことも考えずに作るし、人間を若い人を集めると、どん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 年を取っていってしまうということも考えていない。まあそんな話をするとですね、日本はもうおしまいだとかいう人がいるので、一応、ついでに中国もお見せしておきます。中国地方じゃなくて中華人民共和国ね。この5年間ですね、人口3250万人ぐらい増えてる。20年で日本が1個できる勢いで中国で人口増えてるんです。すごいでしょ？もうこれは中国が膨張して日本を飲み込むのかと思いますか、皆さん。ちなみに一人っ子政策をやめたので、ようやく子供が減らなくなった。そうか、日本は子供減ってんのに中国は子供減ってないのか、いよいよこれ差がつくな、と思いますか、皆さん。中国の15歳から44歳の人はどうなってるんでしょう。まあ、数が多いですよ。6億3000万。何それ。これから出てくるやつは桁が違う。中国の15歳から44歳はね、5年間で4200万人減ってるんです。7% 減です。これちなみに岡崎よりも名古屋よりも東京よりも深刻です。はるかに減り方が激しい。このペースがもし続くと70年ぐらいでいなくなりますせという勢いで6億人いたはずの中国の若者が減っている。で、その代わりといってはなんだが、中年がすごい増えてるんですが、圧倒的にやっぱり年寄りの増え方がすごい。プラス 23%。いや、さっき岡崎がプラス22ってあったけど、岡崎を超えてるんですね。実は大中華人民共和国の方が岡崎より現役が減ってるし、年寄り増えてる。で、こんなことも、ネットで全然言われないし、テレビでも言われない。これ国連のホームページに出てる数字です。誰も見ないんです。みんな中国はどんどん栄えると言ってる人か、栄えて脅威になると言ってる人がどっちかで、いやもうそろそろやばい中国って分かってる人がほとんどいない。じゃあ労働力が足りない中国は。だからこういう国に車を売って儲けるというやり方も続かないです。人口減っていくんで。中国なんでこんなに人口減り出したのって一人っ子政策で減らしたってこともあるんですが、今もどんどん赤ちゃんが減ってる。なぜだと思います？里山がないんです。いや、そう、しょうがない、ね。人口多すぎてね。山も緑もないわけですけど、ゆとりがなさすぎるんです。ひたすら目の前で稼いで何とかするっていうのに精一杯で、子供なんか残すようなことを考えてない人が多い。お金ばっかりかかる子供産んでも。そもそも山奥とか自然豊かなところで暮らしてると、そんなことあまり考えずに、食費もかかんないしね。なんとなく子供できちゃいましたっていう人がいっぱいいるんです。山奥に。だから東栄町で一時子供がかなり増えたんで、今ちょっとあれですけども。そういうことが起きたりするんだけど、都会にいてカリカリ働いてるとそんな余裕がない。もうですね、これ見せないけどアメリカも同じなんだけど、世界中で余裕がなくなってきて、みんな子供減り出してるのね。
でも日本おしまいなのかっていうことになるわけです。そこで皆さん、これ読めないですよと思うんで、これ近くなんだけど多分行ったことないですよね。皆さんは長野県の、南信飯田線の上の方なんてのは興味ないかもしれません。秘境駅が好きな人だと行ったことあるかもしれないけど、これまた日本語ですかこれはって。台風村ですかって。これね、安岡って言うんですけど、岐阜の府を岡と読ませるっていうのはね、まあいいや、訓読みは岡なんだけど、長野県安岡村ってあるんですよ。飯田の南ですよ。すごく愛知県に近い方です。静岡に。で、安岡というだけあってね、言うとかっこいいんだけどね、平地が1平米もないっていうね。村役場すら斜面を造成して作ってるという謎の場所ですよ。こうもう農業、棚田と林業しかないね。で、例えばそういうところで何が起きてるかっていうのをちょっと皆さんにクイズを出したいんです。で、大体人口はね、もう数百人しかいないわけ。で、見てください。0歳から14歳が174人で、70歳以上が568で、これどういうことですか？子供の3倍以上年寄りが多い。こういうのなんていうんだ、超高齢化っていうんですね。非常に高齢化した山村です。で、こういうところで一体今何が起きてるのか。皆さんね、山村でもいろいろありますよ。いろいろあるんだが、安岡ぐらいまでもう地の果てのような田舎になってくると思いもかけないことが起きたりする。さてと、安岡村にむちゃくちゃ多い70歳以上は一体この5年間にどうなったんですか？ヒント。岡崎市は 22% 増。名古屋が 15% 増。東京都 14% 増。中華人民共和国 23% 増。まあ、軒並み 20% 前後増えてるわけね。じゃあ安岡みたいなどういう中では 30% ぐらい増えてるんですかね、お年寄りは。皆さんどう思います？それとも 10% ぐらいしか増えてないんですかね？はたまた減ったりしてるんでしょうか？皆さん、過疎地について実情知ってます？多分知らないよね。よく見てください。安岡ぐらいの土過疎地になると、それは人口も減ってますが、お年寄りも減っています。現役も減ってるんですが、お年寄りも減っている。そして何が起きているか。0歳から14歳のお子様が逆に、増えてる。全くみんなが考えてるのと逆のことが起きてるんです。いいですか？ほとんどの岡崎市民の皆さん、ぬかたなんか合併しなくてもよかったと思ってる岡崎市民の皆さん、それはあなたの昭和の頭がさせる勘違いです。令和時代はそうじゃない。山奥で逆にお年寄りが減り出して子供が増えるという現象が起き始めてるんです。で、ぬかたにですね、まだ小学校5つ残ってるんです。で、廃校になるとかいう話があるんだけど、実はやり方次第で逆で、山奥で廃校しなくていいっていう状況が起き始めてるんです。ちゃんと移住促進すると、移り住んでくる人が増えてきてる。もうゆとりのあるところで野菜とかもらえる生活をしながら、都会にたまに働きに行けばいいじゃないって逆だよねって気がつく人が増えてます。皆さん、安岡でどうして年寄りが減ってるのか。これはね、いいですか？早死にしてんじゃないんですよ。そうじゃなくて、70歳を超えた人と70歳を超えて帰ってきた人を合わせても、亡くなる人の方が多かった。人がたくさん死んでるんじゃなくて、高度成長期に都会に若者を出しすぎたために、今の安岡田舎には、もう年寄りのなり手が足りないんですよ。新しく年寄りになる人、はいってあんまりいない。出れちゃった。どこにいる？岡崎にいる。名古屋にいる。東京にいる。そっちで年取ってる。ね、昔出てきた田舎のイメージがそのまま残ってるから、菅さんじゃないけど、雪深い。中野の奥を出てましてとか言ってね、田舎をバカにして全然帰ろうと思わない。実際田舎では医療福祉負担がどんどん減り始めていて、財政が楽になってくる。しかもお年寄りは全然お金がいらない生活をしている。困ってないんです。誰も飢え死にしてない。みんな物が作れるんです。そこで余ったお金をどうするかと、はい、子育てに回しましょうとなるじゃないですか。それで安岡村では子育て支援をやった結果、0歳から4歳の子供が5年間で23人。たったの23人といえど数が少ないので 40% 増ですよ。突然大逆転ホームランのように子供が増え出してるんです。だけどそれ育てるお金ある。なぜならば、お年寄りが28人減ってるから、そっちで浮いたお金が回せちゃう。これ、そんなど田舎の話が何の関係があるんですかね。そうじゃないんですよ。ぬかたの奥でも同じことが起きておかしくないんです。現状まだ起きてないんですが、なぜかというと、空き家を貸すという移住促進をやってないからなんです。借りた人はいくらでもいると30分で工場を買えるんだからね。ぬかたの奥に住んで、そっちの方が住居費も極端に安いし、食べ物がむちゃくちゃ安いし、カフェはおしゃれなのがはるかに多いし、
挙句の果てに小さい少人数の学校の方が塾と同じでね、人数が多い方が教育はいい加減になるわけです。一クラスに10人とかしていない方が先生がきちんと指導してくれるんで、明らかに勉強に有利な。これ全然分かってない人いるんだけど、なんか大人数の方が教育がうまくいくと思い込んでる全ての人に言いたいけど、そんなことありません。塾と同じで人数少ない方がちゃんと行くんです。ごく当たり前のこと。大人数のところに行きたかったら大きくなってからでいいんだけど、実際会社とか入ったら、班だとか課っていうのはだいたい4人とか8人だ、6人とか。50人の課とかないの。つまり実社会は10人以上で動いてないんです。だから人数が少ない学、一学年8人とかで勉強した人とかの方が、実際会社入ると実は有能なことが多いんです。みんなあまり真面目に考えてないんで、本当の話です、これね。だから本来、岡崎の宝であるぬかたの奥にまだ学校が残ってるうちに、そのあたりに移住する人を増やして、どんどん子供を増やしてもらえばいいんです。これがその刈谷みたいにどこにも山がなかったらもう無理なんだよ。岡崎はたまたま横に、山を持ってるもんね。トヨタもそうなんだけど。できるんです。トヨタ山が広すぎてまたどこを使っていいか分かんないんだけど、岡崎の場合非常にはっきりしてるんです。ぬかたがちゃんとすると、ますます山がちゃんとすると、ますます音が綺麗になるよねって。洪水も減るぞってもう分かってて、もう利害関係が極めて明快。なぜそれを活用しないのかな。あるいは、岡崎のぬかた以外の旧岡崎の中山間地もあったこないし、むしろぬかたよりも努力、いろんなことを努力してる人多いと思うんですけど、もうそういうところに移り住んでカフェとかやりながら、ね、工場にもたまに働きに来てみたいな人増やせるですよね。これね、こういうやつで最も極端なのがね、島根県、土田舎の島根県の山奥にある吉賀町っていうのは今なかなか注目でしてね。林業と有機農業の町なんですけど、まあ何が起きてるって、まあ、土田舎ですよ。土田舎なんですよ。まずまあ、年寄りあんまり増えてない。ちょっと増えてんだけどね。でですよ。驚いたことに、中国でも東京でも愛知県でも岡崎でも減ってる15歳から44歳が増えてるっていうね。マジですかっていう現象が起きてるんです。これ皆さん当たり前と思うかもしれない。当たり前じゃないんですよ。もうものすごく珍しいんです。で、まあ、中年が激減してるんですね。なんでこんなことが起きるのか。まあ、要するに若い人出しすぎたので、もう中年もいなければ年寄りもいない。そうすると仕事がもうあるのにやる人いないわけ。で、もう移住者大募集。頼むから来てちょうだいということで、もう移住者が多いので民間がアパート作ってます。で、そこに、その、地元の高校卒業して出れた人よりも、よそから移り住んできた人の方が60人多いんだね。広島どっから来るんだけど。で、転校生と新入生を合わせると卒業生より多いんですね。で、こういう状況のところで年寄りがほとんど増えてないでしょ。だから福祉にお金かかんない。そうすると何するか。子育て支援してます。で、吉賀町でも乳幼児が 23%。40人増えています。ここなんてね、雪は降るしね。都会から2時間かかるしね、すごい不便なところですよ。そんなところでもこれ起きてて、林業やってるの、高山木とか作ってるね。ぬかだらとか、岡崎の中山間地なんて、町まで15分ですよ。コンビニだって普通にあるのね。インターチェンジもすぐそこにあります。なのに、本当に綺麗な自然があって、飲んでもいいような清流が流れてると、なかなか日本でも珍しい、これは。名古屋だったら、あれだけ綺麗な川行きたかったら、名古屋市内からまあ、1時間半ぐらい行かないとないですよね。岡崎ならではですよ。これを生かさない手はないよね。岡崎の吉賀町、岡崎の、安岡村作れるよね。そういうところで何が起きてくるんですか。稼いだお金が地元に回って家族を営めるような、暮らしができる場所。給料が少なくても生活費もかからない。そういう町をどう支えていくか。ここのぬかたの市長がやってるように、岡崎市民38万人がなるべくですね、食べるもの、建てる家の財を、岡崎さんを使おうよね。そして地元の小さい店で、東京のビールだとかばっかり売ってないでね、地元のものを出しましょう。お金がぐるぐる回る仕組みを強くしていけばいくほど、里山にもお金が戻るんですが、それだけじゃないです。市内でもお金がぐるぐる回るようになって、所得の高い人が増えていくんです。もうちょっとでおしまい。もう何言ってるかよくわかんないと思うんで、数字で見せます。皆さんね、どうしても経済が発展するとね、みんな考えるんです。生産性を上げてね、コストダウンして、儲けましょうとか考えるわけです。でね、それはね、実は平成の考え、昭和の考えなんです。
令和の時代に地域おこしで考えなきゃ、一番考えなきゃいけないことは何か。国も言ってることなんだけど、なかなかね、普及しない。行政の人はリーサスって言葉聞いたことあると思うんですけど、ないですかね。どこにお金を払うかが一番重要なんです。稼ぐかじゃなくてね、どう使うかが地域を決めるんです。皆さんね、お金の使い方に3種類あるんです。もう使った瞬間にそのお金が東京に戻っちゃう使い方。地域内で使われるんだけど、受け取った人が貯金しちゃって、小判を床下に埋める人みたいに埋蔵金になっちゃって二度と出てこなくなってしまう使い方。これね、愛知県要注意ね、多いですよ、そういう人。で、3番目が受け取った人がすぐ地域内でまた使ってくれとお金がぐるぐる回る使い方です。サッカーと似てるんです。ボールが来た！さあ、誰にパスを出せて目の前の敵に渡しました。バカ野郎っていうね。じゃあ、味方に渡しました。あいつは一人でドリブルして全然周りにパス出さないんだよって。結局そうするとこの人が死んだ後に相続人が東京にいてそっちにお金行っちゃうのね。ドリブルした挙句に囲まれてボール取られるやつね。サッカーだとポイポイと味方同士でパスを出し合ってくるくるボールを回してると強くなるわけ。つまり地元民の給料、地元の原材料、地元の業者のやってる設備、ね、地元の人の受ける地元の自然エネルギー、地元の人が受け取るお金が増えると、地域内でお金回るんです。いいですか？売上を増やすことばっかり考えていても、例えば車作ってもね、原材料も輸入でしょ？ね、技術も輸入。いろんな下請けから部品買ってくる。で、岡崎市内に一体いくら最終的にお金落ちてるか。あんまり落ちてないんです。だから、ゆとりのある雇用が増えない。それあっていいんですよ。あっていいのだが、自動車がまだ元気で続いてる間に、自動車が100とすると、1でもいい。自動車着々とすると1でもいいから林業とか農業とか地元の飲食店とかカフェとか地元のものを中心に使う雇用を増やす必要がある。地元にお金が回る仕組みを作ると地元受け取って使った人がまた地域内で使うお金が増えます。ボール支配率が上がる。そうすると何が起きるか。岡崎市民年間大体250万円お金使ってます。いいですか？でね、そのうちのたったの 1%、100円のうち1円でいいので、地元産品を使ってください。例えば美味しい地元のお茶を飲みましょう。コーヒーより目が覚めます。なんと岡崎市民が一人年間100円のうち1円だけしない産品を使うとなんと年間100億円になるんです。すごい人数いるんで。100億円ってあなたね、人件費に直したらね、雇用4000人分ですよ。こんなもん若い人全然減らなくなる。まあ、あと岡崎にね、一応ブームがあったりなかったりするけど観光客来るわけで、これ50億ってすごい低く書いてるけど、まあ、本当の意味で50億くらい商品が買いに観光客使うとするでしょ。でこの人たちにね、中国産の土産とか買わせてるわけよ。やめなさいって。岡崎市内で本当に作ったものを買わせましょう。岡崎市内の人の人件費に回しましょう。そうすると例えば50億円のたったの1割でいいから市内に回ると5億円でしょ。でこれこれちょっと間違え、200人分ですね。雇用200人分になると。こういうのは何て言うのか。地消地産って言うんです。地産地消ってよく言いますよね。地産地消と違う話ね。地消地産ね。地元で消費するものを極力地元産にしましょう。どういう意味ですか。俺たちが使ってるものを 1% でいい。きれいごとは言わない。市内産のものは少ないので、ね。だけど、ちょっとでもいいから地元に落ちるお金にしましょう。味噌カツのタレ一つ取っても、本物の八丁味噌は高いから、偽八丁味噌にしよう。やめろと。せめて本物を使いなさい。そして、売り上げの中で地元に残って回る分 1% のも増やす。これを地消地産って言うんです。これを進めると、ゆっくりゆっくり経済が暖かくなっていきます。人間で言うと、洋服を薄くちゃんと生きる。薄い洋服でも重ね着する。だんだん熱が逃げなくなる。稼いだお金が外に出ていかないように回していく。その入り口のスタートは何か？林業です。もちろん岡崎にも農業もあるんだけども、この全然活用されてない、見事な杉林、ヒノキが山にあります。これを、生えてる分、地元で家を建てる人が使うだけでも、地元でお金が回るんですね。ぬかだと合併したおかげで、そしても岡崎に若干もともと山があったおかげで、岡崎はワンセット揃ってる。海のもの以外は何でもある町。岡崎市内の森の木と、そして農産物を外にばっかり売ってないで、まず市民が買って、地元で回るお金を増やしましょう。これがちゃんとできていれば、この後工業がどうなっても絶対に岡崎市は潰れません。
という、これがまあ今日のお話でした。どうも長時間ご清聴ありがとうございました。小谷様、ありがとうございました。それではここで休憩に入らせていただきます。再開は20時05分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ご視聴中の皆様、お待たせいたしました。それではこれより第2部の対談を始めたいと思います。ここからは現在本市で林業活性化、6次産業化を進めるための地域商社の設立準備を進めている株式会社トビムシの代表取締役として、日本各地で国内環境政策立案に多数関与するとともに、地域商社の設立運営を通じて森林価値を高める多角的な事業を展開するなど、豊富な実績をお持ちの竹本義輝様に進行をお願いしたいと思います。竹本様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。株式会社トビムシの代表やっております竹本です。トビムシとか私の話もなんかいっぱいしたいじゃしたいんですけど、せっかく元谷さんいらっしゃるので、今日はちょっと元谷さんとぬかたといいますか、岡崎の森 の森林資源を持っているということだったり、森林資源があるそのエリアがどうであったということをちょっと今後についても含めてお話できればなと思ってますので、よろしくお願いします。岡崎さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。実際今日元谷さん本当にいろんなとこ行かれてるんで、いつも地域とか地域の森をご案内してても、ここはね30年前に来たんだよねみたいな話がすごい多いのであれですけど、まあ、ぬかたも来られていたことがあるということですけど、久々に来られてどうでしたか？いや、もう覚醒の感ありですよね。はい、竹本さんとこの間お会いしたのは福岡県の八女市山奥でしたね。はい、でその前にお会いしたのが北海道のニセコ町。はい、ニセコです。はい、いろんなところでその呼んでいただいてお会いするんですけども、それぞれの森がそれぞれ個性があるんですけども、いやぬかたは改めてびっくりしました。前来た時やっぱりね、岡崎の郊外の山里ぐらいのイメージしかなくて、はい、見どころもよくわからないので、ね、ちょっと通っちゃっただけだったんで、今回そのご案内いただいたおかげで、はい、改めてこれそうですよね、この町の都会の真ん中真横にいきなりこの非常にそうです、ね、はい、絵に描いたような美しい山里がたった5分ぐらいのところで残ってるっていうのは、はい、ちょっとびっくりしますよね。そうですね、私も初めて、もうかれこれ何年前なのか、もう7年とかするぐらいになるんでしょうけど、呼んでいただいたときに、その時に申し上げたことも、常に申し上げていることも一緒に変わってないんですけど、こんなに近くに、そしてこんなに空の広い森があるっていうのは、すごいこう衝撃を受けまして。空の広いっていうのは、まさにね、皆さんがどこに住んでるかによって違うと思うんですよ。ノービヒアに住んでる人はね、ぬかたの方行くとね、当然山だから空が狭いって思うじゃないですか。ですが、全国の山奥を歩いている竹本さんから見ると、山奥のように見えるけども山が高くないので、そうです、はい、非常に日がよく当たるということですね。はい、もう本当に何て言うんでしょう、我々日照時間がもうなんか5時間とか、まあ、7時間とか、なんかすごいこうとんがった区域でいろいろ林業とかやってるので、なんか初めてお邪魔した時にはもう本当に緩い山があって、もこもこしていて、で、かつ、今日里山っていうことは、まあ、いろいろ出てくると思いますけど、本当、広葉樹と針葉樹のバランスよくあって、ああ。先日来られたニセコとかっていうのは、もう言ってしまうと、広葉樹、雑木が圧倒的に多い。一方で、屋根は、もう九州は黙って杉だみたいな。杉しかない。全部杉にしちゃったって。はい。そういう中で言うと、本当、金光林っていう、もうこれは計画して作ったとも思えないんですけど、非常にその杉、ヒノキっていう針葉樹と広葉樹、雑木のバランスがすごいいいんですね。はい。私、ぬかたに来たのは大昔でね、その後、まあ、岡崎は割にポツポツ来るんですよ。で、はい、来るたびに、私はなるべく歩くっていうか、まあ、東岡崎からその会場まで歩いたりしてると、どうしても音が渡るでしょ。はい。それで、渡るたびにね、そろそろ汚れてるかなと思ってみると、どんどん綺麗になるわけですね。なぜこんなに綺麗なのかと。矢作川沿いもずっと走ったことはあるけども、矢作川よりなぜこんなに綺麗なのか、はい、いつも不思議に思ってたんですけど、今日の話を聞いて、やっぱ上流に広葉樹が適度に残ってることが川を守ってるんですね。今日は倉垣渓谷行っていただいたと思うんですけど、本当沢沿いで、まあ、当然杉ヒノキって杉が中心でしたけど、あるんですけど、まあ、紅葉が綺麗でした。本当にいいバランスで、
あれが杉だけだとやっぱりちょっとまさに紅葉しないですし、新緑もない。本当の暗がりになっちゃうんですか。はい、そうですね。暗がり渓谷と言われてはむずいぶん明るい渓谷だなって。そうですね。まあもうこれから今は一番、まあまあ一番と言われるんですけど、綺麗なところが、まあこれが落葉すると、本当空がまた開けて、空間光量が上がってっていう状況ですね。トトロの森みたいなもんで、なんか一時期の大して、お化けの森があって怖いぞとか言って全然怖くないっていうのはよく幼稚園とかでありますけど、私暗がり渓谷全然暗くないっていうね、はいはい、明るくて、しかも斜面がずっと同行したからですけどね、緩やかにずっと同じ傾斜で登っていくっていうね、はい、これは確かにその、珍しいことなんですよね。そうですね、これ、それがまたこの中核市にあるっていうのに、本当に驚きました、ね。改めてね、そこから車で下ってきてね、もう10分くらいしか下らないので、いきなり野方の街の真ん中が出てくると、割にもう普通の都会と変わらない雰囲気なんでね、はい、この距離感はすごいねと思いましたね。そうですね、そこにまた新東名、インターチェンジもできて、もう言ってしまえば名古屋市内に40分だ、45分だみたいな世界ですから。そうですよ、これ変な話ですけど、この後私、ちょっと本当は泊まるはずだったんだけど、いろんな理由があって、今日東京に帰るんですけど、別にこの行事が終わった後余裕で東京に帰れてしまうってあんまり地元の人も気がつかないと思いますけどね、ちゃんと新幹線で帰れるんですよね、はい、ちゃんと9時6分でもちろん新東名でも帰れるんでしょうけど検察を気にせずに帰れるというね、はい、いやこれだってその鉄道ないっていうけど元宿駅近いですよね。近いですね、まあ本当にここの会場からだともうものの10分で着いちゃいますから。そうですよね、はい、で暗がり渓谷行った時にちょうど桜のように元宿駅行きのバスが目の前に出てきました、ね、あそうでしたね、1日3本なんだけどちょうど来ましたねただそのやはりあともう一つ何がびっくりしたか、皆さんがいちいち言ってたことと同じなんですけど、カフェが多い、はい、で今日はたまたまなんか全部閉まってる日だったんです、一軒空いてて、はい、それだけでもこれは私カフェね、うるさい人で、僕は名古屋周辺地域で何以外名古屋のいかんところね、コメダコーヒーが一番いいカフェですっていうような街が多いんですよ、はい、どういう意味ですかと。東京あたりさすがにスタバが一番おしゃれっていうのはちょっとね馬鹿にされるというかね、はい、何言ってんだよって思われます。でも九州ではありえないことですよ。九州だと、ちょっと田舎でもね、地元の人のちょっとお姉ちゃんがやってるようなね、ちょっと工夫した手作り感あふれるいいカフェがいっぱいありますよ。はい、そう、名古屋の人は何ていうかそうだけど、どこ行っても同じモーニングサービスばっかりで、そのいわゆる山の中のおしゃれなね、はい、自分のオリジナルメニューがその安いんじゃなくて、高いけど美味しいものを出してるカフェがね、はい、多分岡崎市内ですよ。僕、ずいぶん昔探したことあるんです。ないじゃないって思ってるの。いきなりどこかにあんなにカフェがあるとは。いやもう、それも確かに驚いたことの一つなんですけど、そのカフェがまた、我々がこのお邪魔するようになってきてから、この2、3年前の方、増えてるんですよね。なるほど。はい、つまり要するにあの良さを気がつく人が移住してきたりしてやってるんでしょう。そうですね。では、ただ、これは多分、元谷さんも思ってなかったでしょうし、私も思ってなかったんですけど、岡崎にあれだけの山と里が、ええ、なんていうんですか、なんとなくあるのは分かりますけど、ああいう素敵な形であるって思ってなかった、ね。いや、そうなんです。今ね、ご存知の通り、岡崎は都会なので、結構コロナとか出るじゃない。でね、一歩入った瞬間に多分、ほとんどコロナウイルスいないですよね、はい。で、15分とか20分しか離れてないから、はい、俺だったら、とりあえずちょっと出てきますとか言って、あのカフェに行って、3時間くらいパソコン打って仕事してたいなと、はい、思うんですが、はい、誰もそういう人いなかったですね。まだ全く。今日は貸し切りですね。それでそのね、めったにないもんですよ。このカフェに行くためにわざわざ新幹線で往復2万円払って妻と来ても多分怒られないな。ああ、おっしゃってますね、今日。そう、うん、はい。多分怒られない。これはなかなかないことですよ。正直ね、これはね、すごいすごい高い評価ですから、はい。私は別に何見ても喜ぶ方だけど、あんまり別に旅行に興味がないね、カフェが好きなわけでもないうちの奥さんを連れてきた、これおしゃれ、確かにすごい素敵っていうのはめったにないことなんで、はい、私実際聞いたの初めてですから、うん、そう、もう妻を連れてきても何の文句も出ないではずだと、初めてでしょ、初だと思う。ニセコにもない。だからね、ニセコのかぼちゃは良かったけど、まあ、とにかくね、やっぱりいや、こんなに愛知県っていうか三河のセンスが高かったのかって、すごいなんか三河をバカにしてるみたいだけど、ついこの間僕イラゴザキ行きましてね、イラゴザキも本当にもうね、はい、もう昭和の観光地なわけなので、はい、カフェねえよなとか思って、一軒だけカフェがありましてね、うん、二軒だ、まあ、そのうち一軒が本当におしゃれな一軒だけあって、すごいいい感じで、これは最高だと思ったら、はい、案の定ほとんど客が来ないから週に1日しか開けてないっていうのね、もう三河の人たち頭大丈夫かと僕は思ったんだけど、はい、今日その伊良湖崎の10倍の量を抜かたに見て、岡崎の人はレベルが高いというか、分かってる人はみんな建築のセンスがいいね、内装のセンスも、もう内装のセンスだったり、まあ、新築はもちろん少ないわけですけど、でも相当
いけてます、ね。リノベーションのセンスがいけてますよね、はい。窓枠の色から、外に見えるもみじがこう見えるだろうというところまで。で春来たら春来たら多分桜が非常に綺麗だろうなというのが今見た瞬間に分かるところがいっぱいあって。で、つまり、この、今はどうなってるか分かんないけど、確実に地元に建築、大工、景色造園の、はい、優れたノウハウがこの町には眠ってるなと、はい、そもそも客のレベルが高いなということを、来てみて非常に思いました。北海道や九州もおしゃれなものが多いけれども、ついついちょっとなんていうかカジュアルすぎるというか伝統を踏まえてないんだけど、今日のカフェあたりはすごいね。そうですね、まあ、さっきの 1% どころか我々3人に行って、私がもう本当に申し訳ないです、私だけ輸入のまさに豆でできたコーヒーを飲んだんですけど二人は地元のお茶を飲んでましたよね。このお茶がね、コーヒーより目が覚めますね。びっくりしました。はい、うん、いや、本当にね、いや、とにかく自然が豊かな、それはまさに、もう一個ね、はい、クスノキ良かったですね。あ、クスノキも見ていただきましたね。はい。もう私もあそこも初めて来て、もう一気にこう心をわしづかみにされた感じですけど。で、あれが何がすごいかって、竹本さんも言ったんだけど、普通はこれはどっか歴史の長い間に1000年ぐらい多分生えてるんで、戦国時代でも何でもね、どこかで切られていておかしくないんですよね。普通、あんだけでかいのがあんな近くにあったら。つまり、本当のでっかい木ってものすごい山奥の出せないところにしか、もう木が出せないところにしか残ってないです、普通は。それがその主みたいなものすごい木が突然、いきなり普通の里に残っているっていうのは、つまり、あれを残して、まあ、神社の神木なんだけど、ご神木を残そうという意識が、村を守ろうという意識が非常に強い地域。そうですね。あれは、もういや、もう、ご覧のとおり、明治政府以下、その時に、まあ、神社も統合されて、いろいろあって言って、もう多分、戦国時代なんか、そんなことも関係なしに。そうですよ。これだけ戦争してたと思うんだね。まあ、多分、切られる、なんて言うんでしょう、タイミングって相当あったと思うんですけど、そうです。もう、今、あの状態で残ってますんでね。ちなみに、あれね、全然そういうふうに生かされてないと思いますけどね、世界的な観光資源に十分になりますからね、エコツアーの対象としてね。これだけのすごい木がこんな下に近いところに、その間に、外人さん、ポッとしても分からないけど、1000年間だけ日本にどれだけ戦争があってね、いろんなピンチがあって、それをどうやってくり抜けてきたのか、はい、それを守ってきたんですねって、その横の景色も綺麗だしね、はい、これ、例えば名古屋に来た人がついでに、名古屋のホテルから2時間かけて見に来て、あ、よかったってお茶をして帰るなんていうツアーを1万円ぐらいで作れます。簡単に作れますよ。はい、それは皆さんがそれ気がつかないだけで、残してきた先祖は多分その価値が分かってたはずです。さっき日本中の森に対してどれぐらい来てるのかって話ありましたけど、まさに今、もたりさんのびっくりする数字が今日いっぱいあったと思うんですけど、それでいうと日本の木材の財石っていうのは中世以来最大なわけですよ。中世以来最大。中世以来最大、まあ、だからさっきの戦国時代じゃないんですけど、通常で言えばですよ、その封建制から近代を迎えて何してって言ったら、当然森は減るはず、減るはずです、減るはずだ。これもう世界標準とかもう世の常識ですから、ね、世の常識です。はい。で、かつそれが通常減ったら結構、土地としても不可逆的で、切ったものはなかなか戻ってこないわけですよ。それはそうですね。一度切ったらね、はいはい、多くの国では砂漠になっちゃって戻らないしね。はい。空気中の湿度、潮湿性も全部失うわけで、やっぱり砂漠化に行く方向に少なくともなる。はい。で、究極砂漠にならなかったとしても木は生えないので、草原みたいな。それがまあ日本というのはまあ本当に世界史的奇跡だと思いますけど、これだけその復元して残って中世が最大なんです。ちなみにね、中世の頃ね、日本人ってまあざっくり言うと1000万弱なんですね。はい、で、今1億3000、2000万ですよね。12倍に増えてるわけですよ。はい、だから普通、住宅とそれを食わせる農地だけで、はい、森が減らない理屈がよくわからない。日本ってそんな広いのかって多分外国人で聞いたら思いますよ。はい、いや、超狭いですよ。はい、でどうしてその、ね、中世以来一番森がそんな大きいんですかって2つ理由があって、1つはやったと日本じゃ狭い家にお弁当箱みたいに詰め込むの好きだから、はい、まあ、岡崎でもそのすぐそこにあるね、奥ちょっと行くとその廃校とかになってて、はい、たった15分しか離れてないところの狭いアパートとかにみんなのが喜んで詰まってますよと。まあ、喜んでるか分かんないですけど。よく分かんないんだけど。で、そこでちょっとコロナが流行っちゃったりしてね。何なのって。でもう一個の理由は、いや、まあ、そわそわそうとして、どんどん生えてる木がですね、ほっとくとどんどん生えるんで、つまりその、面積が、体積が増える。雨が多くて暖かいから。そうです。で、それを誰も切りに行かないので。はい、で、しかも日本人は最近その木は切らないとほっとけばいいと思ってるんで、
これなんか爪を伸ばす、切らずに伸ばしておけばいいっていうのと同じで、どっかでベロッとはげて大怪我になるんだけど、ほっとくとなんか山崩れになるだけ。同じか分かんないですけど、おっしゃる通り、かなり痛いことにはなる。痛いことになりますでしょ。はい、だから大崩れ、山、要するに木が老化して、年取ってきて、やがてその根が腐ってきて、山崩れの原因になるわけですよ。はい、ところが、その全く特に深く考えてない、特に自然保護とかも考えてない人に限って、山の木を切っちゃいけないとか、その逆ですっていうのが、適度に切って植えないと、はい、逆に崩れてきてアウトなのよねっていうことを多分みんな知らなくなっちゃったんで、そうですね、ほったらかしなんね、うん。だからそこはもう、我々よく誤解をされる、不業種って林業とか森の会社なんですねっていう時に、林業やってこういうふうに木を切っていくんですねっていうと、え、そっち側ですかって言われますね。どっち側木を切らない側があるわけだ。そうです。基本的に森の会社って言った瞬間に、それはもう保護する会社に、こうイメージとしてはなります、ね。もちろん、クスノキは切りませんよね。はい。クスノキは切りません。まあ、切ったら本当に大変なことになってますよ、ね。だから、クスノキは一体昔ね、誰か偉い人が植えたのかなんか知らないけど、ご神木で守るための木ですね。逆に、トビムシが切ってんだ、杉とかヒノキ。はい。まあ、あるいは、一部切ってもいい広葉樹。つまり、切るために植えた木を切ってるわけじゃない。そうですね。今の話では、人参植えてあるところで、人参抜くと自然破壊だって言い出す人みたいな。はい。はい、まさに人が植えて、人がそこにコミットして、そのコミットしたのに、その人の気持ちが希薄化していって、だんだんなくなってるっていう心象を取るために植えたのに、取ると、はい、お前ピータラミとかって怒られるってね、人の人参取りやがってて、じゃあどうしたらいいんですか、植えとけって、植えといたら人参腐るでしょって、いいんだ、それが自然保護だと、はい、意味がわからない。CO2 の話の吸収固定化、まあ、その木、ほっとけば本当に枯れますから。枯れますね。はい、朽ちますから、それが実はそういうの木って、例えばヒノキは、切ってからが120年ぐらいでだいたい強度が一番最高になるんですね。おお。だから切ってから120年よりなんと生き切るっていうんですかね。はいはいはい。はい、なんですか、延命するんじゃなくて、むしろそこから木の良さが増してくるっていう状態になるので。なるほど。だむしろ、それなかなか一人の人間が一生で体験することは、まあ、なかなかじゃなくて無理ですね。お前もやがて120年後にはしっかり強くなるんだとか、はい、こっちは先に死ぬっていう、はい、すごいですね。せめて例えば120年育てて120年切った後に120年強度を高めるまでいかなくてもですよ、まあ、60年80年かけてで切った木がその育てた期間よりも長く使われていくっていうのはこれはまあ普通のまさに普通の話なので素晴らしいことですね。その間、はい、さっきも最後燃やしちゃえって言ったけど実は使い終わった丸太は燃やさずに、今、テトラポットみたいなものをね、コンクリで作ってますけど、何より木でやった方が実は持ちがいいとかね。はい。まあ、いろんな実は最後まで燃やさないっていう手もあるんですね。はい。で、とにかくその間、新しく木を切って使ってる間に、元木が生えてるところに若い木を植えるじゃないですか。はい。で、そうすると若い木がぐんぐん伸びるんで、どんどん CO2 を吸収しますよ、ね。はい。だからじいちゃんの木は悪いんだけど、でっかいんだけど、あんまりも CO2 吸収しないんで、あんまり息してないんでね。うん、息スパスパする若いやつを据えて、そっちに CO2 吸収したのは、とりあえず目先数十年は明らかにいいわけじゃないですか。はい。空間、よく森林空間って、もう本当に新人研修に一番いいなと思うんですけど、本当に巨木が倒れたところの空いた空間に若い木が伸びていくわけですよ。ああ。どんだけ若い木が邪魔されてたのかっていう、ね。なるほど。まるでどこかの会社のような。そうそう。もう本当によくわかる。なるほど。はい、どこぞのそのなんとか会のような、なんとか町みたいな会社さんじゃない、はい、もうこんな巨木が倒れましたねって残念があるって、まあ、それはそのまさに心象としてあるんですけど、その空いた空間に本当に翌年から丁寧に丁寧にみんな伸びていくし、日が生えてね、はい、生えてね、あるいはその上で取らなければ下で取りますから、なるほど、結局葉の面積、空間光量一緒ですから、うん、葉の面積と、木の材積も相関しているので、空間どこで光を取るかってことなんですね。要するに適宜切って、すきばさみ入れるみたいにして切って、光入れて、はい、新しい木をどんどん育てさせると、育つから CO2 が固定されますよね。はい。だから、要するに日本がせっかくその、ある意味その森を放置してるっていうのは、世界で特に木が育ちやすい国なのに、それを活用せずにただ放置してるんで、基本的にもっともっとその CO2 吸えるはずなのは吸ってないんですね。だ切って材木で利用してる間に新しいやつ植えれば、どん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 吸収してくれるのに。はい。吸収しますし、あとその、切った木も吸収したまま長らく、そうですよね、燃やす、燃やすんじゃないけどね、はい、ずっと使ってるんだからそのまま固定されてるわけだから、はい、結局そのタイムラグじゃないですか、大量に使う化石燃料、大量に使っている、あるいはそれを吸収してたものを大量に燃やす、うん、そうですね、ここを時間軸を長くずらしていくことで、まあ
まさに動的平衡性ですから、長期再生になって。この建物とか、今、二酸化炭素貯めてるわけだ。はい。で、実際、ドイツの 2.5 倍も森林があるのに、7分の1しか切ってないってことは、それだけ CO2 貯めてないってことなんでね。まあ、そうですね。怒られてもおかしくはない。あの、朽ちてきてる木も含めて考えると、機械損失で考えたら相当あると思うんですよ。そうですよね。それでね、木についてやっぱり私が昔ちょっと最初にこれ勉強して、話聞いてびっくりしたとか、言われてみればその通りなんだけど、木なんて誰が使ってるんですかって、あの日本人は木は使いすぎて損得はするけど、木は使わないよみたいな。あ、もしかして。そういうね。多分画面の前爆笑を。いや笑ってください。そういうことなんだけど、その木、なんのことない。日本は世界で3番目に木たくさん使ってるんですよ。そうなんだ。はい、1番アメリカ、2番中国、3位日本で GDP の順番に木使ってるんですよ。あのね、だから、すごい木材消費大国なんですって。なのに日本国産材を半分も使ってませんよって。はい、半分どころか、もうついこの間3分の1も使ってなかったですから。よっぽど木が生えないんですよ。いや、世界で一番今、史上最高に木が生えてる状態ですと。はい。だから、なんで聞いてるうちに話が分かんなくなってきて。今年史上最高に実りがいいのに、誰も米食ってない、全員輸入した小麦でパン食ってますみたいな。はい、だけど、じゃあ米がまずいのかで美味しいんですけど、はい、じゃあ米も食べてるんですけど、そのまた輸入の米食ってまして、でどういう、じゃあよっぽど日本産の木が高いから外国産から安い木を買ってるかと思ったらそうでもないんですよ。はい、実は日本の木は高くないと。まあ、安すぎるというか。今国際市場って基本的に一定のタイムラグがあっても、まあ、均一になっていくようになっているので、その価格が、日本の木の価格が妥当であるかは別として下がっているっていうのはありますけど、安いんですよね。はい、せっかく育ててるのにむやみに安くなっていて、逆に別に輸入材を買わなきゃいけない、でもそこである木は切ってくればはるかにそっちの方が安いという現行が起きていて、はい、ただ問題はよく見たらもう木を切る人がいないという、はい、だそれは本当に地域の問題で、先ほど来出てきている小谷さんがいろんな数字で証明してくださってますけど、あえて木も先ほどの古い木をちゃんと使って強度を持って CO2 を固定化したまま使っていって新しい木を植えるっていう、この循環じゃないですか。循環ですね。はい、だけどそれを支えてきた人たちがどんどん高齢化していって、そこにじゃあ若い人は別に高齢化自体が悪いわけではないので、若い人たちがそこに入ってきてその技術も含めて継承してくれてれば回るっていうことなんですけど、もうマクロデータで見てもしかり、岡崎市のデータで見ればもう本当に70歳以上の人たちがあれだけ増えているっていう実態なんですよね。それに対して若い人いないですからね。14歳あるいは15歳64歳があれだけ、まあ40で、そうですね、減ってるっていう状況になって、みんなで若い人の取り合いになってますからね。はい、ただその日本でただでさえ若い人の取り合いなのに、ここ5年ぐらいはみんな東京に行った挙句に、結局結構大学行ってても何でもみんななんか飲食店やってましてね。で今回コロナで全員にギャーっていう、はい、なんか別にいいんですよ、飲食店工夫してやるのはいいんだけど、はい、別に東京でやらなくたってよかったと思うんだけど、はい、みんなそのなんていうかその続かない産業を一生懸命やっていて、うん、で山の方では実は木を切ると結構若い人増えてるんで、はい、全国であちこちでかっこいい、ね、作業もなんかオレンジ色とか青とかの作業スーツ着た、チェーンソー当たっても切れないモンベルのスーツとかを着た若い林業女子男子がいて結構かっこいいのね、はいはい、割にモテるんですよ。ところがなぜかそれ大募集中なのにみんなそこに行かずに、でなんか東京行ってとりあえず結局なんとなく IT 企業でこき使われたり、はい、売れない商品を営業と称して売って歩いてうつ病になったり、いい大学行っていい会社に入った人はみんなそうなってて、はい、でこれでもうで地元でが利用されて、岡崎も典型ですよね。すぐそこにこれだけ良質な木が生えているのに、はい、まあ、例えてたらば春に田植えして、で今稲刈りの時期が来たんだけど枯れやつがいなくなっていたと、はい、田植えと稲刈りだったり人がいなくなっていましたよって、まあ、その時間軸ギュッと半期ぐらいに田んぼで表現する、そう田んぼの1年が、まあ、こっちは林業30年ぐらい経ってみると急にやる人いなくなってて、はい、で実はその片やこっちでは木を使う人はいくらでもいるんですね、はい、38万人もいれば家を建て替える人だけ見たってすごいいるわけで、はい、その中にまあ 1% ぐらい、ね、地元の木使いたいって人も必ずいるはずで、はい、で工務店もあるんですよね、あります使ってる木が、はい、で腕のいい工務店ある、はい、だから中にはその、ね、全部そのプレハブのね東京の会社が作ってるやつじゃなくて、うん、まあ、トヨタホームでもいいんだけどちょっと地元の木で建てないですって人はいるんだけど、はい、いかんせん切る人がいないと。そうです、予作というのはどうあろうとかの世界だって、実際聞きてる予作はいないと。もう予作もいないし、なんでしょう、ああそうですね、だから減ってきてるんで、で、
いろんな地域に茂谷さんお越しいただいていると思うんですけど、我々とかも本当に飛び虫っていう会社で林業をちゃんとやっていかなきゃいけない、模様を増していかなきゃいけないって時に、そこに立ち返って結局いる切る人がいなかったら、どんなに出口があろうが林業機械を入れようが、製材所が頑張って効率性を上げようが、そもそも木が出てこないっていう状態になるんですね、うん、なので必ず我々その森をどうにかしていかなきゃいけない、森づくりをしなきゃいけないっていう時には、必ず人づくりっていうのが常にこう相関して出てきていて、はい、そこにもちゃんと向き合っていかないといけないっていう話にはやっぱりなります。これ飛び虫がいろんな全国でやっていてですね、もうあちこちを見るんですけども、これは一番面白いケースですね。もうなぜなら中核市で、そこにあって、要は移住定住っていう議論をしたこともない地域なんです、うん、人口増えて当たり前の地域で、はいはい、増えてるから当たり前と思ったら、実はよく見たら44歳以下はどんどん減ってるんだけど、みんな気がついてなくて、はいはい、で人手不足、地元の工場も人手不足、はい、仕事いくらでもある、はい、という状態の中で誰も林業に見向きもしない、はい、だけど家を建てる人もいれば木を使う人もいるんだけど、しかもそこに木が生えていると、はい、良好な木が何十年前にみんなが一生懸命植えた木が生えていて、たった15分で下ろしてこれるのに、で製材所もある、はい、全部揃ってるのに、なかなか林業に人を向けて盛り上げようっていうふうに、気がついてないんですよね。まあ、気がついたらできる。気がついたらできるって言われますし、まさに全部あるので、まあ、やんなくていいで。ああ、そうかそうか。そもそも不幸不断って超リッチですしね。はい、だからそこの部分は、やっぱりそのまさに強みと弱みっていうのは両方ある。おっしゃる通りで、変にお金があるために、あるものを活用としようとしないと。はい、だから我々のように、もしその強みを持ってない地域から呼ばれることが多いものからすれば、なんて羨ましい。そうですよね。目の前に今田んぼがあって、ちょうど明日今日明日に買い取らないところで腐っちゃいますけどって言ったら、いいのよ、いくらでもお金あるから買えるから、別にこの田んぼの米いらないわって言ってる人みたいな感じ、ちょっとマリー・アントワネットっぽくなってきましょうかね。なんかああ食べないんだったらケーキを。そう、どっかで天罰が下ったらまずいですねこれね。で実は天罰って思ってないかもしれない、今日は、ね、ちらっと言ったように、実はそういうことをしてるとよく見てみると、目の前の赤ちゃんが5年間で 9% 減るという、実は恐ろしい変化が起きていることに、多分地元の人は気がついてない。はい、別に林業をやったら増えると言ってるわけじゃないんだけど、はい、何かバランスが崩れちゃってて、ちゃんとあるものをじっくり生かして、地元で地域をね、循環して続くようにしていこうという意識がないことが、だから山もせっかく植えてるものを循環させない、はい、人間も実は循環して新しい子が生まれてない。実はね、ちょっとつながってるとこあるんですよ、はい、今だけの世界、今だけここだけ、今だけ金だけ自分だけになっちゃってて、はい、次の世代だとか100年後とか1000年後に岡崎どうしていくのっていうことを考える余裕がふと見ると全くなくなってるんですね、はい、先ほど数字、そのなんでこうやって数字が減ってるか分かりますか皆さんって、岡崎さんおっしゃる里山がないからですって、これ一つはメタファーじゃないですか、まあ一種の例えです、はいはい、例え話として、はい、でそれは多分生き物として普通の話で、きっとそのマテリアルがあってエネルギーになれて、そして水が豊かで食料も豊かでっていう空間であれば、生き物であれ生物である以上、人は多分家族を持ち、その子供を作りっていうことになっていくと思うんですよね。そうです。多分経済的にマネタイズできて世帯収入平均がこれだからこうなっていう、また今日ちょっと移動の間もかなりそのトートロジーとかその因果関係と聞くのが難しいことを話しながら、はい、あまりあれだったんですけど、でも多分その数字がおかしくなってて、まさに里山がないからだという、里山的なるものがないからだっていう話になります、ね、そうですね。もう多分大きく言うと東京とかね、もうねどうしようもない、これ僕は東京に例えばね、なんか東京の権力者になってもちょっとどうしようもないんですよ。ある意味ゆとりが全くない、コロナになってみたらつくづく思うけども、根本的にゆとりがなくて人が多すぎるのが原因だから、人が減ること自体にみんなあんまり反対してないですもんね東京は、はい、名古屋も東京ほどじゃないけどちょっと似たようなところありますよ。でね、中国に至ったら国全体で16人もね、住めるわけないってみんな思ってるんだよ。だから、人7億人ぐらいまで減ります。で、ところでじゃあ岡崎はどうなのか、はい、そんなにゆとりがないのかっていうと、はい、これだけ森と、まあ、森があるから、まさにずっと外側の清流の話をされてましたけど、水も豊かなわけです。これざっくり市内の7割ぐらいが森ですよね、岡崎はね。はい、で、その中で、先ほどの空が広い例えじゃないんですけど、山が、まあ、言ってしまうと急峻ではない、あとそれと 裏返しじゃないつながっていて平らの土地も結構あるわけですよ。そうですよね。まあ、結局そこは、まあ、だから里山だったり、で空き家もあるしね、里山に住んで学校もちゃんとね、岡崎市に素晴らしいと思うんだけど、はい、ちゃんと残してあるので、
地元、都会に住んで都会の暮らしもできるけども、すぐそこで同じ職場に勤めたまま、やらない田舎暮らしが同時にできちゃうわけですよ。だから自由に引っ越したらいいじゃないね、その子育ての間だけとか、そういうことができる。つまり東京と名古屋、中国を岡崎と並べたときに、はい、岡崎だけ違うんです、実は。そうですね、岡崎だけはどっちかというと、さっき言った吉賀町だとか安岡村にもなれる、うん、なれるんです、なれる、なれる都会なんだよね。だから選択肢持ってる、そう、すごい有利だ、はい、中間でどっちにもつける、コウモリのような、いや、コウモリってなんか悪い哺乳類のくせに飛べるというからなんだお前みたいなことになっていて、それをしかし岡崎市民が生かしきれてない、いや生かせると思ったから竹本さん呼ばれたんでしょ。生かせると思ってる人たちがいて少なくとも、で、僕らははっきり言って、行かせるどころか何点恵まれてると思い。そうですよね。はい、最初半信半疑だったでしょ。なんで名古屋の近くのそんな公共都市が私を呼ぶって意味だと思いません？そうですね。本当にこういう空間があるって私自身思ってなかったので、で、行く前に一応呼んでいただいたので、調べると、データ上は森がありそうだとか、地図上を見ると水が流れているとか、それは分かるんですけど、やっぱり今日多分野谷さんも来ていただいて分かったと思うんですけど、見ないと、なかなかわからない空間じゃないですか、うん、そうです。こんなにまさに紅葉もしていて清流が流れていて、でもちゃんと針葉樹もあって、でそれがこんなにアクセスがしやすいところにあって、これなかなか、それ集落がちゃんと残っていて、はい、学校も残してあるってなかなかないよ、ないです、なかなかない、みんな降りてきてないんで豊かだから、お越しいただけてないと思うんですけど、奥多摩町とか、もう畑といえば酒畑ですから、平らな土地がないわけですよ。あの辺りはね、イノシシってたやつですら転げ落ちるんですけど、ね、だから本当にそこは森があって、それをエネルギーにも変えることができれば、水もあって、で食料を作るのに潤沢な平らな土地もあって、でそれが都市部とも連なって15分で通勤できるところにあると、はい、このね、素晴らしさをぜひね、より体現するために、岡崎がこの事業をちゃんとね成し遂げて林業を再建していただきながら、ついでに山里に暮らす人の暮らしも再建して、さらに言うと、だから普通に岡崎で土地暮らししてんだけど、子育ての間だけは山に家帰ってね、はい、小学校、中学校はそっちで過ごすとか、そういうゴージャスな体験ができるし、まあ、そこに名古屋の人もたくさん遊びに、ね、はい、自分たちもその間来るみたいな、この最も都会に近い山里を生かす街づくりが岡崎はできるし、それがその市民にも分かりやすく音側の流れを見ると、なんとなく子供でもこんなに綺麗な川が流れてるのはね、山で一生懸命ちゃんとやってるからそうなんだよねってね、分かりやすいじゃない、はい、この分かりやすさは素晴らしいことですよ、はい、ぜひこれなんとか今そのボトルネックは何なんですか、この話が進まないとすると、やっぱり森側7年かかってるというのはなかなか難しいんですよね、はい、そこはその森側で先ほど来おっしゃられたように、まあ、生産性が低いから身入りが低いから何もやらないから放置されているから木が細いからみたいな、この負の悪の循環みたいな、そうです、循環ができてしまっているというところを、とにかく一回止める、その正の循環にいきなり持っていくというのは難しいわけですけど、とにかくそうではない、使える木は使う、あるいは使えない木だったものを工夫して使うみたいなものができてきて、あ、そんなやり方があるんだったら森に向き合っても決してそのお金になるとかだけじゃなくて、とてもクリエイティブだったり空間が良くなったり、あれ率直に言ってワクワクするよねみたいな話が出てくると多分止まると思うんです。そのためには人材として移住者を入れなきゃダメですよね、まあ、今実際にその、岡崎市の山間部で若者が減っているわけですから、実態としてですね、だからそこにまず来てもらってイーブンパーまで、先ほど言うと0-14歳がこうとか15歳、64歳ですか、がっていうのまず止まるとこに持っていけると、すごい、その後は攻められるな。でも山の人口も少ないわけだから、ちょっと人入ってくるだけで止まるじゃないですか、現状は。はいはい、だちょっと人が入ってくるののボトルネックは家がないってことですか。家はまさに、空いている家はあるけれども、貸してる人はいない。流動性ある、貸してもらえる空き家があるかっていうと、それは限りなく少ない。うん、実は探してみると、行政が間に入ってね、はい、貸し屋をちゃんと貸すってやると、貸してくれない人も信用してね、貸してくれるんですよ。愛知県、とにかく町真面目ですからね、市役所とかね。はい、愛知県の何がいいってね、とにかく財政もいいんですけど、無駄遣いしてないんですよね、今までは本当にね。うん、だからその真面目です、公務員は。だからちゃんと真面目な公務員がきちんと仲介するなり、保証してくれて、はい、その上でだから民間の企業がどんどん貸すとかね、そういうことで、はい、
山でもやってましたね、里山住宅ね、はい、ああいうのを作ったらこちらはすぐ満杯になりますよね。そうですね。だそういうふうなことをその やりながら、その山でちょっと仕事しませんかっていう人、愛知県民700万人の若者の中に悪いけど十数人はすぐいると思います、はい、今とにかく林業ってすごくいいなって気がついてる人が増えていて、だって皆さん分かります、今皆さんが今20歳ちょこそこだとしますよ、一生の仕事何にするって、今から40年前50年前だとね、車の技術者になるってすごい良かったと思う。だけどどうでしょうか、今から40年後50年後にガソリン技術者っていうのは、ガソリン技術者はどれぐらい仕事があるかよく分かんないよね、うん、もちろん電気自動車の技術者になってもいいけどよく分かんないですよ。ところで林業に関して言うと申し訳ない、今林業の技術があったら50年後どころか1000年後も絶対仕事ありますからね、山に木生えてるし、木造住宅に住み、僕ら住むんで。だから、その林業をやろうっていう人が全国的には増えてるわけじゃないですか。はい、増えてますよね。増えます。だって愛知県にも絶対いるはずですよね。はい、この里山資本主義とか、進化する里山資本主義を読んでくださってね、若い子が志してやってくれる人も増えてると思うんですよ。はいはい、それだから、ちょっと募集とかちゃんとしていく仕組み作れれば絶対ちょうどきますよね。そうですね。実際に、あと、対話書きを頼むみたいな話ではないっていうのが、僕は、茂谷さんの先ほどお話しされてた数字を見て、これって本当に視点の変化だなと思いますけれども、ドイツの7分の1しか生産性がない、はい、どうしようもないんだじゃなくて、7倍まで収入が、伸びしろがあります。あります。そういうことです。見方なわけですね。そうです。はい。だから、そういうその実際に数字も取れそうだ、あるいはそういったことをやってくる若者が集まってきている、その人たちが使えないと思ってた気で、すごい素敵なリノベーションをしている、そこにカフェが、そんなカフェに若い人たちが集まってきているみたいなことが、この全循環のゴロゴロゴロっていう、世界一生産性の高い愛知県の自動車の生産性がこれから7倍になるなんてことはありえない、うん、先祖ばかりとか、逆に言うと世界一生産性が低い日本の林業だからこそ生産性が7倍になるわけで、はいはい、これはね、ピンチはチャンスの典型でございますね。岡崎は両方同じ町にあるのがすごいよね。そうですね。本当にすごいと思います。これは本当にユニークな空間だなと思いますので、ぜひ我々も、末永くこの土地に向き合っていこうと思いますので、小谷さんも前回ニセコにももう最後でこの紅葉を見るのは最後じゃないかとかって言って、なんか儚い、切ないことをおっしゃってましたけど、ぜひ岡崎は近いので何とか来れるかなと奥様と一緒にですね、そうです、はい、お越しいただければ、ぜひまたこのカフェを巡りなどをですねしたいと思います。どうも今日は本当にありがとうございます、はい、ありがとうございました。小、はい、谷様、竹本様、ありがとうございました。以上をもちまして本日のオンライン講演会を終了させていただきます。今回が初めての当家主催のオンラインイベントということで不慣れな点が多く、ご視聴中の皆様方におかれましては、途中お見苦しい点やお聞き苦しい点も多々あったことと思いますが、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。本講演会を通して里山の良さ、岡崎の可能性を再確認していただき、本当に豊かで持続可能な暮らし、そして森林の活用について考えていただくきっかけとなれば幸いです。それでは失礼いたします。